Oh my gosh. Is this what I think it is? Is this Brand new content? Yes, it is, people. Hey guys, what's up? My name's Art Loser, and welcome to Yakuza. Now, this game has actually been on my radar ever since I've played I think the second one with my friend in the PlayStation 2. Then I played 6, the demo, and then all the other stuff. So it's just like a whole bunch of good stuff going on here, and it's really awesome. So yeah. Two-player mini games? I don't have a friend, so I'm just gonna start a new game. Is that seriously the opening?兄貴。ああ。すみません、本当。こんな取り立てに出張ってもらうなんて。気にするなって言ったろ、シンジ。はい。シンジ。Why did I say it like that? Gazamua. Seriously, you stop. どこの奴らなんだ、その取り立ての相手は。すぐ近くの町金です。もともとは他の組から金借りてたんです。ところが、金利すらまともに払わねえ。で、手に負えなくなっちまって、うちに債権回収の依頼が。そうなんか。で、いくら回収するんだ。2億です。取り判って約束になってますから、うちには1億入ってきます。そりゃ気合い入るな。よし、行くか。お、兄貴、また新しい風俗店ができてますよ。お前相変わらずそっちの遊びにハマってんのか。兄貴もたまにはどうです。いい店、しょ。兄貴、今から取り立てに行くところ、ピースファイナンスって会社なんですね。ファイナンスっつ、かなり。でも、お前、それ、さ、取り立てが終わったら飯でもどうですか。悪いな、今夜は。あ、そうだ、セレナに行くって言ってましたね。ああ、
飯はまた今度な。着きました、兄貴。ここの5階です。よし、入ろう。あんたら。夜遅くに悪いな。堂島組の桐生だ。いや、まさか桐生さんが直々に。要件は昨日、うちの若いのが伝えたはずだ。明日、明日まで待ってください。お願いします。夜逃げの準備しながら言われても説得力がねえな。それにできねえ約束はするもんじゃねえ。すみません、でもそこをなんとか。おい、いい加減にしろよ。殺すんですか。何？堂島組っていや、回収や殺しばかりやってるところじゃないですか。金払わない奴は見せしめにされる。みんなそう言いますよ。あのな、そんなの金払わねえ奴らがあることないこと言ってるだけで。金は払わないって言ってんだ。なら、やるしかねえだろうがよ。Oh gosh, great. This dude just made it worse on himself. I love how the dude's just sitting over there like, yeah, you got this, bro. Yeah, I know. Yeah, I know how to fight. Alright? Oh god. Okay. Stop it. Yeah, I know how to grab stuff too. That's great.Like beating up these guys, I didn't even realize that I had to do all this. What the heck?Face through the wall. すみません。もう勘弁してください。兄貴、回収しました。約束の額だ。悪く思うな。兄貴、ありがとうございました。でも、これでついに桐生組の立ち上げですね。風間のおやすさんも言ってました。兄貴なら安心して組任せられるって。まだ決まったわけじゃない。あんまりはしゃぐなよ。はい、そういえばこの後セレナで錦のおじきと会うんですよね。今日は裏口からしか入れないみたいですよ。天下一通りの小道入って奥の階段2階です。分かってる。俺しばらく札の連中が来ないようにここで見張っておきます。半分の1億円は後で依頼先に俺が届けておきます。安心してください。ああ、頼んだぞ。 Alright, talk to Bob. There's a Bob in this place? What? Seriously, when I'm just about to talk. Oh, oh,
何やってんおら。ああお前どこの組のもんや。うん、すまん。すまんで済むかボケ。 Oh lord。This dude really thinks that he's all that. Come on, keep striking. Come on, keep striking. Okay.Come on, you ain't done yet. Over here. Come on, speed it up. How can I beat him up? Okay. Oh shoot. Ooh. That was, 何もや、お前。見とったで。キリュウちゃん。あ、兄貴、キリュウって、あの。そや、堂島の竜。キリュウカズマちゃんや。お久しぶりです。真島の兄さん。He looks like an antagonist. よせよせ。お前組立ち上げるって話じゃないかい。そうや。そこの店やったな。お前の馴染みがいるっちゅうのは。えらいええ女らしいの。みんな言うとるで。一度あんな女こましてみたいってね。それより、コナホ、どないしようか。すんません、まさか、キリュウさんと。いや、いいんだ。甘いな、キリュウちゃん。甘々や。けじめはしっかりつけんと。まだまだ行くで。No. その辺で。お前のためにやっとんのやろが。もう十分ですから。ほう、まええー、わ。お前もこう思ったらこれくらい厳しくしつけせなあかん。have no emotion。 言うで。はい、覚えておきます。でも、あん、でもなんや。俺は俺のやり方でやらせてもらいます。Why do you sound like someone from Street Fighter? どんなやり方でやるっちゅんや。Or JoJo's Bizarre Adventure. 俺はちゃんと筋が通ったやり方を貫きます。なんや、踊れは俺に喧嘩売っとんのか。ええやろ、いっちゅやっとるか。いえ。Let's go. What? Bro, you... I wonder if a fighter... 理由はありません。Then again, I said it to all the big baddies that I fight. Oh, he's got a slab. What are you gonna do? これで俺と喧嘩する理由はできたな。俺が兄さんをムカつかせたんなら謝ります。なんやと？ You're making him angry just not fighting him. 根性あんねったら殴り返してくげ！Oh my gosh. これで気は済みましたか。うん、Oh shoot. その強がりどこまで続くかの。
We about to fight. ほくさ、筋通すなんぞ言うて無理しとるだけやないか。痩せ我慢ちゅうやつや。世の中筋の通らんことばっかりや。そんな意地張っとったら体が持たんで。どう取ってもらっても構いません。ですが俺は自分の考えを変えるつもりはありません。何があってもか。ええ。ふん。わかったわ。ほな、お前のその覚悟見届けさせてもらうで。四六時中ずっとね。何？でも何？もし筋が通っとったら、俺との喧嘩こうてくれるか。その時になってみないと。よっしゃ。ほら、どないしてお前をマジにしたるか。早速作戦会議せな。行くでお前ら。へえ。ほなまたな、キュルちゃん。楽しみにしとってや。ワクワクするで。なに？あと少しで兄貴にやられるとこでした。Nah, bro, he's still gonna kill you. ありがとうございました。もう大丈夫なんか。はい。いつも真面目な兄貴に鍛えられてますから。Alright, cool. Well, I'm out. See you. 相変わらず静かだな。あなたたちがいちゃ怖くて飲めないでしょ、普通のお客さん。だから今日は貸し切り。レーナ、ユミは今買い出しに行ってるの。どうせまた腹減ったとか言い出すんでしょ。違いね。どうなんだ、キリュウ組の立ち上げは。 Now that's an anime protagonist. Akira. Perfect name for an anime protagonist. Boom. まだ決まったわけじゃない。組長が決めることだ。組長も嫌とは言えねえよ。風間の親父がもうその気なんだ。堂島組はあの人で持ってるようなもんだからな。そこ行くと堂島組長は昔の自慢とメンツの話しかできやしねえ。控えろ、錦。Nah, bro, call him Akira. またおめえに先越されちまったか。なあ、錦。お前、妹はどうなんだ。来月もう一度手術だ。多分次で最後になる。最後。体が持たないそうだ。これでダメならもう。そうか。あ、来てたのね、ユミ。ちょっと、もう酔ってるの。私も入れなさい。どうぞご遠慮なく。For some reason, I feel like that ring has something to do with that guy that we've seen in the beginning of this game. ごめんね。気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ごめんごめん、最近よく来てくれるお客さんなの。いつものでいい？おう。例のしのぎ、うまくいきそうか？え？ああ、裏カジノか。イカ様やって堅いから金をむしるのはどうも性に合わねっつうか。何言ってんだ、
自分の組持てるかどうかの正念場だぞ。ここでドーンと稼げば間違いなしだ。堂島組内気流組、天下の登場界の三次団体だ。迷ってんじゃねえよ。俺は一応射程頭補佐だぞ。今でも十分立派なもんだろうが。相変わらずだなお前は。I swear, this whole entire thing is just such a cutscene. So I don't want to go into the action, you know, guys. 邪険にされることもねえが、かといって出世の本筋でもねえっつ微妙な立ち位置だ。そんなお前が風間のおやすさんの後押しでようやく掴んだチャンスなんだ。死に物狂いで物にしなかったら意味ねえぞ。このまま行ったら一生飼い殺しだ。極道であるからにはやっぱり自分の組を持ってこそだろう。違うか？そうだな。お待ちどうさま。ねえねえ、さっきお客さんと偶然誕生日の話題になったんだけど、今度ユミちゃんの誕生日でしょ？二人はちゃんと準備してあるの？プレゼント。え？ああ、そういえばもうそんな時期か。バッカ、お前忘れてたのかよ。いや、最近忙しかった。バカ。そういう錦山くんはもう何か用意してるの？Oh my god。もちろん。ユミに似合いそうなピンクダイヤのネックレス。まあ、なんだか高そうね。まあな。何ヶ月も前から予約していてやっと手に入ったんだ。実は今日渡そうと思ってちゃんと準備してあるよ。あら、そうだったの。それじゃあパーティーしましょうよ。お、それならいいケーキ屋知ってるから俺買ってくるよ。本当？助かるわ。お願いね。キリュウちゃんはどうするの？なあ、また今度ってわけにはいかねえか。そんなのダメよ。まだ間に合うから今すぐ用意したら？そんな急に言われてもな。ねえ、それじゃあ指輪なんてどう？え？指輪か。いいんじゃねえの？さすがレイナ、無難なチョイスだ。それはどうも。どんな指輪がいいんだろうな。それくらい自分で考えろよ。俺は手伝わねえからな。そう難しく考えなくても、気持ちがこもってれば何でもいいのよ。I thought this was about beating people up, not wearing a can. ダメだ。It's no use. 女の好みなんてさっぱりわからねえ。もうしょうがないわね。あ、それじゃあ、あれなんてどう？あれって、フランスの有名なブランドの指輪なんてどう？新作が出たばっかりなんだけど、女の子にすごく人気なのよ。この前ユミちゃんと一緒に雑誌見てたら、彼女も欲しいって言ってたわ。ほう。I swear this video is just gonna be me zooming in into a bunch of people's faces. Yosh, それにしよう。Yes. Yumi's birthday, huh? I completely forgot. Around here, the best place to buy a ring would probably be Imarcha. On Sawa Street. I should head over there now. Yeah, I should.You wonder what I should do? I should kill that guy who had the ring in the first place. Where am I going? Sprint, boy, sprint. I came here for a ring, nothing else very expensive. What can I do? Oh, hi, sir. いらっしゃいませ。何かお探しですか？ああ、その、なんか女物の指輪で。フランス製のやつが人気だって聞いたんだが。ああ、それならこちらでございます。ほう、これが今非常に人気でして、こちらが最後の一品なんですよ。
今を逃すと次回入荷はいつになるか。よし、これをくれ。かしこまりました。贈り物でよろしかったでしょうか。ああ、その誕生日プレゼントにな。それでしたらサービスでお相手のお名前を刻印することもできますが。それじゃあユミって入れてもらえるか。Oh, shoot. はい、受けたまわりました。 That was all my money. My heart hurts. My heart hurts. What the? Suspicious man. Oh, sorry, pal. He got the ring. Huh? The ring is missing. Yeah, no, duh. Cool, now we're going on a wild goose chase. Get back the ring. Is it gonna hold my hand, telling me where he is? Oh, nah. So I know he went this direction. Where'd the guy... Clark Kent? もしかしてあなたも釣られたんですか？ああ、ひょっとしてあんた。ええ、私も釣られてしまいました。あの釣り師は隠れるのが上手で、なかなか見つからないんですよ。路地の隙間とか、自販機の裏とか。そうなるか。さっきそこの路地から天下一通りの裏路地へ走っていくのは見えたのですが、それっきりで。なるほどな。だがどこに隠れていようが、絶対に探し出して取り返してやるぜ。もしも見つけたら、私の仇も取ってください。わかった。Don't worry, Clark Kent. I got you. Even though that you could just swoop in and do it yourself, but yeah, sure. Oh, look at those couples. Hey, lady.Some strange man in a trench coat. Wait, ah, I read that wrong. Okay, never mind. Hold up, I need to do a female voice. Some strange man in a coat just darted off into that alley. What was that all about? What a strange man. Yeah, thanks. Now I know. I don't think this is the alley she was referring to. おい、お前。盗んだ指輪を返せ。バレたか。おい、ちょっと待て。Are you kidding me? Dude, you are a boss. How are you gonna let that happen to you?財布がない。あの男スリだったのか。Wait, how you pickpocket you? Yo, what? This guy's stupid. Is he hiding in plain sight? Oi, ようやく見つけたぞ。指輪を返せ。そう、また見つかったか。おっと、そう何度も逃がさねえぜ。まさかここまで俺を追い詰める奴がいるとは。まあ良いわ。ん？何笑ってんだ。指輪を返して欲しければ一子相伝の暗殺権を受け継いだこのわしを倒してからにしろ。Oh, shoot. Oh, I'm gonna enjoy kicking his butt.
gosh. Alright, I love this. I think my favorite one's gonna be Rush. すいませんでした。 もう暗殺拳はやめます。 スリをやめろ。 さあ、 俺から盗んだ指輪を返してもらおうか。 それが、 もう手元にないんです。 何？ 何？ どこへやったんだ。 It's so funny when they say that. 質屋で金に変えちまいました。 ふざけるな。 今すぐ買い戻してこい。 その、 言いにくいんですが、 その金も宝くじ買うのに使っちゃいまして。 Wait, how'd you... なんだと。 当たってればいいんですがね。 結果がわかるのはもっと先のことで。 Wait, but how did you... Wasn't I chasing you down? How did you do that so fast? Just like ran in, took a lottery ticket, said, "Here you go, pass off the ring," and then ran back out. Hey, I come here to steal back the ring and beat anyone up who refuses. Welcome. Can I help you? The ring is mine. Hi? Excuse me? 盗まれたんだよ。 元々は俺のなんだ。 だから返してくれ。 ああ、 いるんですよね、たまに。 そうやって騙し取ろうとする詐欺師が。 違う。 信じてくれ。 本当に俺のなんだ。 ヤクザの言うことなんか信じられるか。 あんまりしつこいと警察呼ぶぞ。 I mean, like, there's always another way. Beat up some people! Oh, so this is where we come in. Shinji! Shinji. I have a feeling... Oh, okay, I'm just gonna kinda... Can I skip this? Nope. Cause I... Oh. お兄貴。今度感想聞かせてくださいね。 No. Welcome. Can I help you? おい。さっきと値段が違うじゃねえか。またあんたか。悪いけど値上げしたんだよ。 なんせ人気の品だからね。頼む。これが最後の品だったんだ。だからよそで買い直すこともできねえ。うちなら買えるよ。お金さえあればね。そうだ。指輪が俺のもんだって確かめる方法がある。本物なら弓って掘ってあるはずだ。何を言ってもダメったらダメ。とにかく欲しかったらお金用意してきてよ。 This is ridiculous, but I need more money. Maybe Sinji's still around the area. Watch, he's gonna raise the price again. Is this who I think it is? Are? 兄貴, 早くないっすか? ショートだったんすか? Sinji, すまん. また金を貸してくれ. もう一回行かなきゃならなくなっちまった。 兄貴, そんなにハマっちゃったんすか? 詳しいことを話してる暇がない。他の奴に取られちまうかもしれねえんだ。ああ、そうっすよね。わかりました。すまん。Yo, I'm like losing my patience. よし、俺も負けてらんねえ。今日はオールではしごするか。<笑>
I love how he's just like an like a role model to him. Just like, yeah, I should go ahead and do that too. Borrow money and get girls. Yo, if you change the price one more time, I'm coming back there and I'm gonna beat you up. Yubioka. Nai. Sakki made atta no ni. Masaka mo. Dare ka ga katte ichimatta tte iu ka. I called it. Anta. Yappari kitan da ne. Oi. Koko ni atta yubioka dou shita nda? そんなに慌てなくても大丈夫だよ。ちゃんと取り置いてあるからさ。本当か？いや、あんたがとっても真剣な表情してたからさ、気になっちゃって。それでちゃんと指輪を調べたら、あんたが言った通り名前が刻印されてるじゃないか。だから盗まれたものだっていうあんたの話、信じますよ。そうか。とにかくそれを売ってくれ。ああ、お代は結構です。盗品と分かったのに売買したらこっちも罪になっちまいますから。それにこういう仕事してるといろんな人を見るけど、やっぱり物を大事にしてくれる人の手に渡ってほしいんですよ。ありがとう。大事にしてくれるさ、きっとな。All right.お誕生日おめでとう。おめでとう、ユミ。おめでとう。みんなありがとう。ほら、ユミ、プレゼントだ。なになに、開けてもいい？もちろん。うわー、すごい。いいの？これ本当にもらっちゃって。当たり前だろ。ユミ。ん？実はその、俺からもプレゼントがあるんだ。本当に？ありがとう。その、これなんだ。この指輪、カズマが私に。おいおい、なんだよそのダッセイ指輪。安っちいデザインだな。ほら、そういうこと言わないの。ああ、私の名前が彫ってある。余計だったか。ううん、そんなことない。ありがとう、大事にするね。そうなんだ。She lost her man. そういえばもうすぐユミちゃんの誕生日じゃない？そうなの？じゃあ何かプレゼントさせてよ。例えば指輪とかどう？指輪か。嬉しいけどそれはちょっと重いかな。どういうこと？ほら、やっぱりそういうのって好きな人からもらいたいっていうか。何？誰かそういう人がいるわけ？やだ、違うの。そういうわけじゃないんだけど。ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。Oh shoot. ねえねえ、私の誕生日はどうしてくれるの？さあな。じゃあキリュウちゃんからはネックレス、錦山くんからは指輪とか。なんだよそれ、別にいいけどさ。
right. I mean, I don't know how long I'm gonna keep this going. So, I might end it here. Yeah, I think I'm gonna end it here. Oh, hiya, Kiryu-chan. Tsukareteta no? Zeibun neta wa ne. Nishiki wa dou shita? Nishikiyama-kun nara mou tokku ni dekakete wa yo. Kiryu ni wa makete rarenai kara nante itte harikitte ta? Sou ka. Ima nanji da? Mou 4 ne. そろそろ風間さんのところに行かないとダメなんじゃないの？ああ、そうだな。そろそろ行くよ。お前はどうすんだ？うん。少し開店の準備したら、お店閉めて外でお茶でも飲んでくるわ。そういえば、ユミは？一回家に帰ったわ。もう少ししたら買い出し済ませて、私と交代でお店に来るけど。そうか。じゃあまた今夜。軽く顔を出すよ。分かった。待ってるわね。Alright. This is where I'm gonna end it off, guys. So yeah, this was Yakuza. Thank you guys so much for watching this. And I'm gonna go ahead and leave it here with this beautiful music. Goodbye, guys.